肩甲骨周りの筋膜リリースを行いたいと思います。手を肩に置いて肘で円を描くように大きく回していきます。肩甲骨を寄せてあげるイメージで行ってください。手を上に伸ばして手のひらを外に向けながら肘を下ろしていきます。手を肩の高さで90度に構えます。このまま後ろに引いていきます。お疲れ様でした。強度を上げた腕立て伏せにチャレンジしましょう。手を広めにつきます。腕立て伏せの姿勢を取りましょう。ここから左足を右へ、左肩を床へ持っていきます。横も同じように左右交互に行っていきます。左右を1回として5回できれば優秀です。見せる背中を作っていきましょう。ではまずうつ伏せになります。手を伸ばしましょう。この状態から肩甲骨を寄せながら体を引き上げていきます。腕だけで引くのではなく肩甲骨をしっかり寄せることを意識してください。15回3セットを目標にやってみてください。では肩幅で椅子の上に置いていきます。この時お尻が椅子から離れすぎないように気をつけてください。ここから肘が90度になるまで上体を下ろしていきます。余裕のある方は足を伸ばしてやっていきましょう。10回から20回3セットを目標にやってみてください。腰を鍛えるグッドモーニングという動きをやっていきます。足を肩幅に開きます。手を頭の横に置いて胸をしっかり張りましょう。このまま体が床と水平になるまで引っ張っていきます。この時に背中が丸まったりしないように気をつけてください。メインは腰の筋トレになりますが、お尻と太ももの裏側にも効果的です。